こんにちは、マッツです。 iPhone 11 Pro 買いましたか？私も一応買ったんですけれども、 iPhone 11 Pro ですとか iPhone 11 Pro Max、 やはり iPhone 自体が高いのでケースは必須だと思います。特に、裏面結構こうもうね、ひび割れている人とかもいたりして、あの衝撃にも少し弱めな感じにも思えるので、なおさらねケースがいるんじゃないかと思います。で、今年の iPhone 11シリーズはもともと本体がね、去年のモデルに比べて重くなっているので、より軽いケースが求められるんじゃないかと思います。去年の私 iPhone XS Max を使っていたんですけれども、これでもねかなり重いなと感じていました。で、さらにケースをつけて重くなってしまうと、もうかなりね慣れてしまうんですよね。使い勝手が悪くなってしまいます。そんな中、 iPhone 11 Pro シリーズのケースでおすすめなのが、今回ご紹介するピタカのマグケースというケースになっております。こちら非常に軽いです。鉄の5倍の強度を誇るこのアラミド繊維、衝撃にかなり強い繊維を使っていますので、極薄ですね。非常に薄くて軽いので、ほとんどケースをつけている感覚がありません。さらにですね、車載ホルダーとも連動してワイヤレス充電も簡単に行うことができます。正直ここまで使い勝手のいいケース見たことないですね。ということで、今回、このピタカマグケースと車載ホルダーをご提供いただきましたので、レビューをしていこうというふうに思います。このピタカマグケース非常に軽いんです。ちょっと重さ測ってみますが、こんな感じです。 14g です。13から14の間ぐらいですね。非常に軽いです。これは iPhone 11 Pro 用のマグケースですので 14g 程度で、一番大きい 6.5 インチの iPhone 11 Pro Max 用が 17g と非常に軽い重さになっております。ちなみにですね、私が去年つけていたケースですね、一般的なスケルトンのクリアケースになっているのが iPhone XS Max 用のケースになっています。これを測ってあげると 35g ですね。はい。なのでマグケースのこのね、ピタカのマグケースの重さはこのクリアケースの半分以下、これを切るものはなかなかないんじゃないかと思います。背面を楽しみたい方はやっぱりクリアケースとかの方がいいとは思うんですけれども、非常に軽いのが分かっていただけるんではないかなというふうに思います。今年の iPhone 11 Pro シリーズ非常に重くなっています。 5.8 インチの iPhone 11 Pro は 188g ですね。去年と比べると 11g 増えています。 6.5 インチの iPhone 11 Pro Max は 226g と去年より 18g も増えています。そうするとやはりケースは軽い方がいいですね。はい、頑丈でかつ軽いケースが一番好まれるんです。ケースをこのね、ピタカマグケースをつけた iPhone 11 Pro 測ってみたいと思いますが、このように 209g、一応ガラスフィルムとかね貼り付けたりとかしているので若干の差はありますけれども、それでも 209g で持ち運べるということですね。非常に軽いんじゃないかと思います。おそらくこれを下回るケースというのはなかなかないんじゃないかなと。アラミド繊維は宇宙船やスーパーカー、防弾チョッキなどにもよく採用されている衝撃に非常に強い素材となっています。 iPhone 11シリーズ自体もですね、衝撃には比較的弱そうに思いますね。結構ひび割れている人も Twitter とかでも散見されるので、やはりケースをつけて耐衝撃性を上げたいところでありますよね。軽さ丈夫さを両立するならやはりこのピカタケースが一番なんじゃないかなという感じはしております。特にですね、アラミド繊維、頑丈の象徴でもあるんですよね。なのでこのデザイン自体も見た目もねかなりファンが多いというのが特徴であります。このしましま模様ですね、かなりキチキチに編み込まれてるんですよね。手触りも結構滑らかでスベスベなんですよね。なのでこう触っていても結構心地いいっていうのが面白いなというふうに思いますね。カメラ周りも非常にいいです。カメラの高さよりもこの周りにね頑丈な縁が取られていますので、カメラをね傷つけることがありません。ただし机の上に落ちたりするとどうしてもこう、ちょっとガタつきは出てきてしまうところあるんですけれども、もともとね裸で置いてても、
ガタつき出てきちゃうので、まあそれはしょうがないのかなと思います。縁取りがあるおかげで、まあこのカメラをね守ってくれてるということなので、まあね、あの iPhone 同士を重ねて持ち歩くとね、iPhone が傷ついちゃうっていうあの事例もあったりとかするので、まあ、そういう心配が少なくなるというのはいいんじゃないかなと思います。またピタカのマグケースはワイヤレス充電にも、対応しております。こちらのケースにですね金属が埋め込まれています。で、こちらがあの充電ホルダーになっておりますが、こっちにもね引っ付けるようにこう磁石が埋め込まれているので、これをパチッとくっつけるだけでちゃんと充電ができるということですね、はい、充電ホルダー単体で売られているものっていうのは、あの磁石で引っ付けるようにあの輪っかのメタルみたいなものがあの別で同梱されていることが多いんですね。でそれを例えばケースだったりこの本体に一ゲメをしてね貼り付けるという作業が必要になります。でそうするとですね、そこの一ゲメをするのは結構難しいんですね。メタルなのでワイヤレス充電で充電するときにメタルを検知すると基本的にはこう充電が切れてしまうので、そう充電がうまく切れないように位置決めをするのが難しいです。ただし、このケースこのねピタカのケースに関してはもともとこの端末に合うようにメタルが埋め込まれているので、すぐこれをつけて、充電ホルダーもつけてでピタって接続するだけでちゃんと充電ができます。初期設定も必要なく簡単にできるのは非常に大きいかなというふうに思います。ピタカの充電ホルダーは3タイプ用意されています。一つがですねこのようにエアコンの吹き出し口に設置するタイプですね。で私乗っているのはデミオですけれども、デミオのねこの吹き出し口若干太いですが、まあ、それでも一応生え刺さるものになっております。その他はですね吸盤でこの上のところに貼り付けるタイプのものが出ているのと、 CD プレイヤーのところにね差し込むタイプのものもあります。3タイプありますので、自分の車にふさわしいものを選んでみていただければと思います。というわけで、重量級の iPhone 11 Pro や iPhone 11 Pro Max にはやはり非常に軽くて丈夫なピタカマグケースは本当最適です。ワイヤレス充電やフェリカ決済も問題なく使用可能でございます。なので非常に便利です。まるでつけていないようなつけ心地が最高ということで、ぜひ、iPhone 11シリーズをお持ちの方は試してみてください。ただですね、2019年10月10日までの期間限定でピタカ様より Amazon の割引クーポンをいただいております。対象商品は iPhone 11 Pro のケース、 iPhone 11 Pro Max のケース、 iPhone 11のケースでございます。割引クーポンはですね Amazon で使えまして、 Amazon でですね決済時にマッツースクエア、画面にも書いてありますがマッツースクエア、これを入力していただけることで、300円引きとなっております。またですね Amazon の商品ページには車載ホルダーとセットで300円引きになったりとか、ガラスフィルムとセットで1000円引きになるというようなキャンペーンも同時で行われておりますので、それも駆使しながらぜひ使ってみていただければなと思います。というわけで、この動画良かったよという方はチャンネル登録高評価の方をぜひよろしくお願いいたします。この他にもですね、いろいろなスマートフォンの、レビューですとかそういうのやっておりますので、ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。というわけでマッツーでございました。またお会いしましょう。